李官林は、大韓民国の軍人、外交官、政治家。創始改名による、日本名は短期、霞、朝鮮戦争開戦時の陸軍士官学校、副校長、大局武功勲章授与者。1921年2月、環境南道安編に生まれる。新疆軍官学校、第2期予科卒業、陸軍士官学校に留学して、第57期相当、 校舎法帯に配属、満州国軍中尉。1946年2月21日付で、軍事英語学校を卒業して中尉に任官。第三連隊の創設に参加。後に警備士官学校教務所長。1946年11月末、第六連隊に派遣され、大隊副官検索選手任。1947年2月第六、連隊大隊長。 1947年5月12日、第四連隊長。1948年7月、アメリカ陸軍不評学校に留学。1949年3月に帰国して、陸軍士官学校副校長。1950年7月1日、第二師団長。同年7月15日、継承北道皆省で、第二軍団が編成されると副軍団長。 同年8月、第二軍団参謀長。1950年12月、国防部国民防衛局長。1951年1月13日、陸軍本部情報局長。同年4月、陸軍本部作戦局長。同年7月、陸軍不評学校校長。1952年1月9日、国防部第二局長。 同年5月、九戦会談韓国代表。1953年6月15日、第九師団長、認証書。1954年、第六軍団長、認中将。在任中の副大統領選挙で、当時与党候補の力法を支持せず、中立を保った。このため、報復人事措置として、現役の軍団長から、国防大学院に入学することになった。 1957年、国防大学院卒業、陸軍士官学校校長。1960年10月、第1軍司令官。1961年5月、5.16、軍事クエデターにより、反革命容疑で監禁、不起訴。同年8月24日、予備役編入。1962年、カリフォルニア州立大学修了。 1963年6月、水産開発公社社長。1968年3月、賃貸科学社長。1969年2月から、建設部長官、国際観光公社総裁、中トルコ大使を歴任。ありがとうございます。